ぽぽんぽん特にんまあそれにしてもねまあ今日は安倍さんが検察になんか事情任意聴取ですかねなんかされたみたいなとかまあいろんなのが出てますけども、えー、まあでも僕はやっぱ気になるのはね大阪だっていうことでやっぱそのこの間ね大阪市で 大阪都構想の住民投票でね、まあ、これ本当、えー、なんとかギリギリでしたけども、否決できたっていうのがあって、ですねまあ、それによって維新がまあ大きく、えー、今のね大阪市の松井市長は、えー、維新の代表をやったんですけども、まあそれを、えー、大阪維新の会の代表はや,やめるんですかね。でで今市市長長なんですけどもこの市長人気を持って で、政界引退を表明するということで、まあ、大きく変わってしまったと。 で、まあ、維新もですね、なんかその、えー、なんていう、なんかわかりませんけど、なんか制約書を、ね、書かせるような動きとかが出たとかというのがフライデーで報道されたりとかして、ま、あ本当にいろんな動きが、えー、出てきてると。で、まあ、維新の都構想をそう、陰、えーまあ、ながらね、あの、応援してた菅さんも、え当、ー、てが外れてですね、えー、今や菅、 さんの菅内閣支持率もまあ4割切って3割台になってるっていうところまで来てるということで、やっぱそのまあ都構想だけじゃないですけど、もやっぱ政治の流れがまあどんどん変わってきてるなっていうなは思うんですよね、まあ、そんな中で、こ今年の最後の大阪府でのですね市長選と言っていいんですかね、四条網て市っていう、えー、まあもう隣がもう奈良ということでね、ねまあ、生駒山という山があって、 で、まあ、それを超えるとも、もう、奈良、奈良県なんですけども、まあ、市場奈良市で市場な手市長選というのが行われてるということで、まあ、ここで維新の候補も出ていると。で、この維新の新人の候補、土井和則さんというかね、その方と現職の東秀平さんっていう、えー、まだ若い、えー、32とかね、30代の方ですよね。 この間当選されたときは28歳っていうね、なんかすごい、あれもびっくりしたなっていうかね、その時も、えー、 和則さんという方ですかね。今回、えー、新人で出ているのは土井和義さんなんですけども、えー、前回師匠だった、えー、前師匠の土井和則さんという方と東秀平さんという方が戦って、東さんが勝ったっていうのがあったんですね。まあ、あれもすごいなと。ね、もうその時も維新がすごく強かった。 だ、時だと思うんでね、まあ、今も大阪でも強い大阪では維新が強いんですけども、もまあ、そういう意味でも、えー、いろいろ驚いた、えー、ことだったなあっていうふうに思うんですけども、もまあ、今回も土井和義さんということで、あの前秘の土井和則さんとこの土井和義さんの関係というのは、まあ、ネットで親子だみたいなふうに言われているんですけども、もまあ、はっきりとしたことはなんか分かってないんですよね。ただネット 事で公開されている収支、えー、報告書っていうのを、この、えー、土井和則さんと土井和義さんの収、ね、支報告書というのを見ると、ですね、えー、事務所が、えー、同一の住所であるということで、まあ何らかの、えー、関係はあるのかなっていうね、うん、その辺ははっきりあのおっしゃったらいいと思うんですけども、なんかあのどうなんかなみたいなね、うんまあ、それは。 ま、あツイッターとか SNS でもね、なんかいろいろ、あの、指摘してはる人も、なんかいてるんで、ま、見てほしいなと、それはね。えー、ということで、まあ、あの、あずまさんは前回も土井さん、今回も土井さんという方と一騎打ちということで、ま、その辺もね、で、ま、維新も、え、都構想が否決されてですね、まあ、 空中分解にならないように、えーまあ、この史上なって戦でもですね、かなり、えー、必死になってるのかなっていうのはなんか、あのいろいろ、ね、情報をいただいたりとかして、えー、そういうのがね、あるんでね、まあ、それは後で話しますけども、えー、そういうのがあると、うん。まあでもね、やっぱその、この今の現職の東、 周平さんという方は、どっかから支援を受けてるのかなと、政党の支援とか、今回も受けてるのかなと思ったら、前回も受けてなくて、今回もそういう、どっからの支援みたいなのを受けてないと、何々推薦とか、どこどこ支援とかね、そういうのをあえてあのまあ拒否してきてる政策協定みたいなのを拒否してきてはるとまあいうことで、元外務省の方、 でありねでまあ、本当、なんていうんですかね、まあ、はっきり言て1から、あのー、地盤を作っていて当選できたのかなと、前回もね。まあ、ただでも、前回は、えー、土井前市長と東さんとの差っていうのは2000秒ぐらいの差ですかね、まあ、僅差で、えー、なんとか東さんが競り勝ったということなんですけども、まあ、今回も、ね、どうなのかっていうね。うん だから、まあ、ま、あずまさんは、あの、なかなか、ええー、あの、すごいなと、あの、なんか給付金がね、こ今年の、えー、10万円の給付金についてもなぜ遅れたのかとかっていうのを、なんかブログで説明されたり、で、それが、まあ、ま、あ SNS で話題になったりとかですね、まあ、すごく、あの、評価されてるっていうね、うん、よすごいなっていうね、もともと市場な手紙、 が、えー、で育った方なんですかね。塩あて高校っていうね、あの、優秀な、えー、ところでも出はった、えー、いう方みたいですけどもね。うん。まあ、だからね、まあ、あのー、 なんて言うんですかね、もう今回どうなるかね、まあ、その前回と違って、今回はね、本当いろんなことが、えー、ずっと大阪でもね、まあ、全国的にいろんなことが起こってるんで、まあ、その辺がね、やっぱりその組織がある、えーまあま、同意さん、維新がね、今、一生懸命同意さんを応援してるみたいですしね、うん、まあ、そ、そういう意味でいくと、あずさん、えー、その組織的な、あのー、 あれはないけども、ただ、え、前回も一からですね、そのいろんな人の指示を、えー、一般市民ですかね、取り付けて応援してもらってるっていうとこは、今回もそうなれば、あのー、いいとこ、 ねえ、あのー、いけるんちゃおうかなっていうね。うん、特になんか、東さんの場合は、女性からの支持が、えー、結構多いみたいですね。だから、前回、えー、投票された、えー、方が、もう一回ね、東さんに投票されれば、えー、再選できるかもしれませんしね。うん、だそうじゃなかったら、まあ、土井さんっていうこともあり得るのかなっていうふうにもね、まあ、思うんですけども、まあ、 本当にこの、まあ僕も、えー、この市場な定市長戦というのはすごく、えー、注目してますと、えー、前ツイッターにも書きましたけども、まあそれでね、情報みたいなのも、えー、今日いただいて、えー、それもツイッターとかね、ブログにも書いたら、えー、大反響っていうね、<laughs> <laughs> 何が大反響なのかっていうと、これ、まあ、あのツイ詳しくは僕ツイッターとブログ見てほしいんですけども、まあ、どっちがどうやったら言いませんけども、えー、あもう期日前投票がね、市なて市役所、えー、で、ともう一つ、 たわらっていうところですね。まあ、そこで始まってるんですけども、市場のあて市役所前でですね、でしかも、えー、選挙ポスターが貼ってある掲示板の前で、まあ、某陣営がですね、えー、某陣営と、まあ、その候補者本人がですね、えー、立ってですね、選挙運動をしているとで。しかも、掲示板の前に立った選挙ポスターがね、ちゃんと見えないわけですから、それはどうなんだろうと。で、市役所の真ん前でやっていってもどうなんかなっていうね、それは どうこれはどうなんですかみたいなあの情報をいただいてで、まあねあの、写真というか、そういうのもあのいただいて、えーまああの、アップさせてもらったんですけどもね、うん、だからこういうことをね、やっぱりちゃんとルールを守ってくださいと、あのそれは言いたいですね、あの公職選挙法というのがあるわけですから、選挙で何やってもいいと。 いうわけでは決してないわけですから、きちんと、ね、ルールを守ってですね、えー、あの、正しい選挙を、えー、心がけてほしいなっていうね、えー、まあすでに、あの、戦艦とか、何やらかんやら、えー、みたいな、えー、ところにもね、なんか、あの、言うたみたいな、えー、もうなんかお聞きしましたけども、えー、まあそういうのはダメですよ、と。 本当ね、必死なんでしょうけどもね、うん、必死なのかもしれませんけども、ちゃんとルールは守りましょうというのは思いますね、うんまあ、本当、どういうふうになるかというのは、まあ、こういう市町村とかっていうのは、情勢調査とかっていうのも、まあ、出る時もありますけども、も市場のあて市っいうのは人口も、ね、4万ぐらいですか、まあ、すごく少ない。 普通のとこと比べたね、とこですから、まあ、なかなかねあの、そういうのは出ないと思うんですけども、まあ、もう同時に市議補選もあるということで、まあ、市議補選も、維、え、新、ー、の候補と、えー、無所属の候補ですかね、まあ、前回、なんか、ね、自転化で、えー ダメだった方が、ね、出てるっていうことで、まあ、そっちも注目かなと思うんですけども、やっぱその市長選の行方ですよね。やっぱ市場のあって市長選の、えー、この、えー、まあ、現職が、現職の東さんが再選するのか、維新の、えー、方が、えー、どうなるのかっていうところによってですね、やっぱ今後大阪の政治っていうのもですね、また、大きく変わっていくんちゃうかなっていう意味でいくと、えー、まあ、注目かなと。 うん、ただ公職選挙法は守りましょうっていうね。<laughs> お願いしますということで。チャンネル登録よろしくね。